セイヤソルジャーズソウル。一丁やってやるぜ。さあどの戦いを紡ぐ極北でもあなたは負けることはない。私は信じています。それぞれに分かれゴッドウォーリアたちを迎え撃ちながら進む聖夜たち。シュンもまた雪に埋もれた廃墟を通り抜けワルハラ宮を目指していたが、どこからともなく流れてきた盾ごとの音色に足を止めるのだった。なんて美しい曲なんだ。美しくそれでいて悲しい。誰かいるんだろうか。でも僕のチェーンはまるで動かない。私の曲が気に入ってくれたようだね、アンドロメダ。あなたは？エータ星ベネトナーシュのミーメ。この曲は君のためのレクイエム、いわば死の序曲というわけだ。ベネトナーシュのミーメ。私には君の心が手に取るようにわかる。君は戦いを好む男ではないらしい。だが一つだけ忠告してあげよう。その優しさが今に必ず自らの墓穴を掘ることになると。残念だけど僕にはアテナを救い、この地上を守るという役目がある。その目的を果たすまで死ぬわけにはいかない。もしあなたが邪魔をするというなら戦うまでだ。メデューラチェーン。僕のチェーンが戸惑っている。そんなはずは。気がつかないのか、アンドロメダ。君のチェーンは殺気を感じた相手には敏感に反応し強力な武器となる。だが必ずしも相手が殺気をみなぎらせているとは限らない。このミーメのように。どうしてもというなら仕方がない。私には君に。ファイト。ストリンガー。レクイエム。ミーメルは殺気などみじんもない。それどころか深い悲しみに満ちたコスモすら感じる。所詮君にはこの私は倒せん。君のチェーンが示すように君自身が戦いに向いていないのだ。アンドロメダ、この地上はそれほどまでして守りに対するのか。君の考えている邪悪や戦いのない平和な世界が本当に来ると信じているのか。この人はやはり違う。今まで戦ってきた相手とは全く違う。まるで僕の心の中を見透かされているようだ。ストリンガーレクイエム。君は本当に敵を憎まずして倒せるかと思っているのか。甘いです。そんなことが可能なのは実力に数段の差がある場合だけだ。黙れ。必ずあなたを捕らえてみせる。行けチェーンよ。レクラチェーン。なぜこれほどまでに強力な剣を放つ人間に殺気を感じないんだ。まさか手元の調べで僕が神経を幻惑し自らの殺意も消してしまっているのだな。いいな。僕の力だけではここまで来れなかった。僕の力だとこんなものかな。ミーメ、あなたは心の底では人を傷つけたりしたくない。戦いを望んでなんかいないんじゃないか。ただあなた自身気づいていないだけかもしれない。言い残すことはそれだけか。ならばこれで終わりだ。さらばだアンドロメダ。誰だ
フェニックス一騎。兄さん、やっぱり来てくれたんだね。ミン、シュンの言った通り、お前の剣は何か違う。剣そのものは強力な殺人剣であっても、なぜかお前のコスモの底から殺気を感じない。私から殺気を感じないだと？私は自らの剣によって我が父を殺した男なのだぞ。なんだと？私の父フォルケルはアスガルド一の勇者と称えられていた。だが私は幼い頃より一度も愛情を受けたことはなく、それどころか厳しい訓練で日々責められ、孤独だけが友だった。だが私はある日知ってしまったのだ。かつてアスガルドが隣国との戦いに巻き込まれた時、フォルケルがある戦士と戦い、傷ついた夫をかばおうとした妻をも情け容赦なく殺してしまったことを、このニーメの実の父と母を、フォルケルを殺しても私の憎しみは消えることはなかった。ますます燃えたぎる憎悪を自らの剣に託し、戦いのみに生きてきたのだ。それでも君は私から殺気を感じないというのか、フェニックス。似ているな、昔の俺に。何？俺もかつて全てに憎悪の炎を燃やし、この剣アテナにすら向けたことがあった。だがその時は俺自身にもわからなかったが、心の底では何かに飢えていた。何かを愛し信じたいと願っていたのだ。今のお前のようにな。ふん、弱いことを。お前はそれを認めたくないだけなのだ。それ以上喋るな。この線を越えると私には、はいと、今初めてお前から殺気を感じた。それほどまでにこの俺が憎い。万が一この俺を倒したところでその憎しみが消えるわけではないな。ミーミー、お前自身が一番よく分かっているはずだ。何？お前が本当に憎いんだ。まして父フォルケルでもない愛する父を殺してしまった自分自身なのだ。黙れ、勝手な想像はやめろ。潔く自らの罪を認め、この世の父に詫びよ。祖国アスガルドを救うためにこそ戦え。それがお前の父フォルケルの望みではなかったのか。黙れ、黙れと言っているのは聞こえないのか。フェニックス、君という男のどこにそんな力が。いかにお前が殺気に満ち溢れよう、必ずしもコスモが高まったことにはならぬ。パーフェクト。ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスの羽ばたきを持ってすればたやすいことだ。これが幻魔剣か。私の盾ごとの調べと同じく幻覚作用を持つわけだな。だが私はこんなものにごまかされはしない。一つだけ言っておく、ミン。それは幻覚などではない。お前の心の底に眠る確かな記憶だ。何？ではフォルケルは父や母を見逃そうとして父に襲われ、やむなく殺すしかなかったというのか。嘘だ、やめろやめろ。
かな。こんなことが万一本当だとしたら、私は今まで一体私としたことは。お前は愛する父を自分の手で殺した罪を恐れるあまり、父を憎もうとしているのに過ぎないのだ。だがお前は心の底で今でも父を慕い、愛しているのだ。ひょっとしてホルケルは、このミーメがゴッドウォリアとしての宿命を持っていたことを悟っていたのか。そのためにあのような厳しい訓練を私に、この私に愛する祖国アスガルドを託してな、ならば。フェニックスよ、君の言うことが本当かどうか確かめてみたくなった。ミーメから殺気が消えた。でも前よりもさらに強大なコスモを感じる。憎悪は失せて、代わりに凄まじい気迫と闘志に満ち溢れている。よかろう、来いメイメよ。キャーッ。父さん、ミーメは間もなくあなたのそばに行きます。私はゴッドウォリアとしてあなたの意志を継ぐことはできませんでした。しかしこのフェニックスたちが必ずアスガルドを、この地上を守ってくれるでしょう。頼んだぞフェニックス、そしてアンドロメダ。あ、オーディン・サファイア。シェ、聖夜たちが待っているはずだ。俺に構わず先へ進め。でも行くんだシェン。12球の時にも約束したはずだぞ。何が起ころうと俺たちは決して後ろは振り返らんぞと。うん。